こんばんは、フェリス女学院大学の林愛菜です。それでは杉崎特派員からのメールをご紹介します。新横浜に究極の癒しが味わえるスポットがオープンしたそうです。どんな施設なのかミンテレで調査してください。ということで今回のテーマはインドから究極の癒し上陸です。インドから、インドで癒し、インドです、癒しです、ね、カレーライスだろ。あ、そうです、スパイスで癒し、カレーで癒し、スパイス、スパイスって言えないでしょ、なんか刺激的になっちゃうんじゃないの。VTR 見てください、私癒されてきたんで。そうなの？はい、気になると思うので、VTR。 頭どうなってんの？頭ですか？そこ突っ込まれますか？すごいなんか気になるんだ。晴れてるな。スパイナップルみたいに、はい、アイナップルみたいにしてみました。どうしました？はい、VTR どうぞ。こんばんは。新横浜に究極の癒しスポットがあるということでやってきています。真後ろに滝もあるんですが、もうこの時点で癒されますね。でも究極の癒しスポットとは滝ではなくてこの中にあるんです。早速行ってみたいと思います。今月オープンしたという新施設、新横浜ラントラクト。ビル全体が安らぎの空間としてイメージされ作られた施設で、中にはショップやレストランなどがあります。そのビルの3階にある最近注目の古代インドの伝統療法アーユルヴェーダを施すサロン、ジャカトにお邪魔しました。こちらでは具体的にどのようなことをしていただけるんですか？そうですね、こちらではインドの薬用のオイルを使わせていただいて、全身にトリートメントを行うことで、その後に温めるんですけれども、体の中の老廃物だとか毒素を体外に排出しやすくいたします。自然治癒力を高めたりとかですね、あと送信の女性だと腰の冷えが改善されたりとか、あと送信の効果もあります。本来アーユルヴェーダは一人一人の体質や生活習慣を診断し、本来持っている健康状態を取り戻すという学問で、なんと世界最古の医学とも言われているそうなんです。こちらではカウンセリングでその人の状態に合わせたオイルを調合して使用します。これはすごいね。ということで早速体験してみました。いい仕事だなこれ。うおー、この背中にあったかいオイル。これ林さんのことだよ。おーい、カメラさん。あ、林はここです。すごい気持ちいいですよ。もうお姉さんの手が神の手みたいな。眠くなってきました。いいな。続いて人肌より 2,3 度高めに温めたオイルで全身をマッサージします。背中よりの方がオイルが温かく感じます。やらしい。足冷えてますか？上半身裸ってことか。やっぱりちょっと足冷えてるみたいです。気持ちいい。インドの方もっと激しいんですよ。どのぐらい激しいんですか？激しい。こちらし、こちらしって通じますか？こそがしい、こそばゆい。え？富山ではこそがしいって言いますけど。続いて水圧で額を刺激するシローダーラ。こそがしいよ。くすぐっ。すごい。最後の仕上げはデトックス効果のあるスチームバス。全身塗ったオイルをゆっくり温めます。そうですね、5000年前から伝わるインドの医学だと言われておりまして、もともとはすごく生活全般に対するものですね。食べ物だったりとか運動だったりとか、あと睡眠だったりとかお食事運動すべて含めて生活全般に対するアドバイスを行えるものですね。で当店ではカウンセリングもさせていただいて、で一人一人の体質を判断させていただいてから個人個人に合ったオイルをチョイスして、それを体に使わせていただいております。どうですか？お気になりましたね。ありがとうございます。究極の癒しとは古代インドから伝わるアーユルヴェーダというものでした。癒しだけではなく健康のバランスを整えるという効果もあるそうです。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。以上、現場より林とお伝えしました。いいね。はい、見られてしまいました。いいな。
やっぱりもう肌はツルツルな感じなの。そうですね、もうこの後は 2,3 日あの寝るのが気持ちいいぐらいにすべすべな肌触りといいますか、おでこに垂らすのは何の効果があるの？それはですね、額に水圧で刺激をするんですよ、ハイビスカスで煎じた液なんですけど、額で水圧で額を刺激しまして、頭痛ですとか、あと悩み事がいっぱいある人とか、あと仕事の疲れ、不眠症などにも効果がありまして、すごくリラックス効果が得られるそうです。あ、これ何分ぐらいやってんの？普段は20分、30分ですね。なんか不思議な感じでしょ、要は。そうですね、私こちょがしいとか言ったんですけど、もうゾクゾクするような、くすぐったいってことでしょ。くすぐったい、初めはくすぐったいんですね、うん、はい。みんなこう、そういうのはどういう風にしてるわけ、日々のメンテナンスは。メンテナンスって言い方がちょっとそんなに崩れませんので。マイクさん、私毎日ちゃんと風呂で体洗ってますよ。ちょっと待って、大台以外が体洗ってない人もいる。洗ってるからみんな。もちろん洗ってますけど、私は自分の肌が弱いことを知ってるので、天然素材の石鹸で洗ってます。それがじゃあ大体毎日の、自分のこう疲れた時とかの。そうです、リラックスの。なんか他に方法ないの、なんかリラックスするために。マッサージしたりとか。あ、マッサージどうやってやってるの、一人で。リンパを一人で、一人で足をこう、なんかここのゴリゴリでガーンと、自分で、自分でやってます。今自分でやれるグッズとかも揃ってるので。まあ、寂しい。いや、でもこちらはもう手で、直にやってもらうと、やってもらうんで、女王様気分だね。そういうところって敷居が高いっていうか。そうだね、ちょっと金額やっぱ知りたいね、うん、はい、そうですね、うん、はい、そこでは、それではいきます。私の試したコースなんですけれども、うん、アビアンガ体に塗るオイルのトリートメントですね、アビアンガシローダーラコースで約155分間、お値段は3万円となっております。2時間半か。で、このままカウンセリング、ヘッドオイルトリートメント、ボディオイルトリートメント、シローダーラ頭のですね、ハーバルスチームバス、あの木の箱のスチームバスです、とシャワーをしてアフターカウンセリングをしてもらいます。これはでも女子大生にはなかなか手が届かないだろう。はい、そうなんですけど、今、9月にオープンしたばかりで、12月末まで初回限定ということで、お安くもなりますんで、皆さんぜひ行ってみてください。はあ、やっぱり結構行くんだね。電話番号、はい、ファックス番号は 045-474-3826、 予約時間は10時から7時です。定休日は月曜日です。あと他にもたくさんコースがありますので、インターネット、お電話、お問い合わせください。はい、林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。美しくなるの大変だね。すごい行きたくなった。もうガゼン行きたいです。行きたくなった。あのぐらいのやっぱり投資は。でもそうですね、自分のために投資したいですね。磨きをどんどん美しく。